玄米玄米エコモマイアロハガールズはい、ということで皆さんこんにちは、リュウクリュウでございます。今私こちら、もうお分かりでしょうか、関空にまた来ておりまして、ここに実はおかんとおばがおりますおりますで今からどこに行くかというと、はい、ハワイでございます。久々にですね、3人でハワイに行きます。ハワイね、3人で最後行った何年前や、もう10、あなたが高校生の時だから 十何年前ですわね。はい、高校の時が16年ぐらい、自分が高校2年かなんかの時に行ったんで、それ以来です、3人で行くのは。ということで、今回ちょっと皆様お付き合いいただきまして、大阪マダム、なにわマダム2人、美人姉妹連れてですね、アメリカ、ハワイの方へ行きたいと思いますお願いします。はい、行ってきますということで、もう早速出国したいと思います。まだ結構時間早いんですけども、マダム連れている時は早め早めが絶対いいんで、お手洗いもね、多分飛行機乗るまで5回ぐらい行くやろし、ここもお姉ちゃんだいぶ変わったやろ。そうやな、あかんわ、もうカメラ回したら全然あ、無事通れましたねということで、無事出国審査、今、全員なんと不思議通れました一人ぐらい通られるのかと思ったら出国できましたわ。2人は久々の多分、まあ、長距離飛行機になりますんで、フライトで使える快適グッズをね、ちょっとあの持ってきましたんで、皆さんとシェアしたいと思います。はい、まあ、お姉ちゃんあんま足何も言わへんやん、いつもむくむとか言わんやろ。まあ言わんけどな。おかんはよう言うから、こっちも履いてるんですけど、あのこれこっちは、ね、着圧ソックス、これ履いてます。飛行機乗ってから履きます。これやったらね、エコノミー症候群も防げるんですよ。血流、こう足に血流が溜まっちゃうでしょ、ずっと座ってると。それをこうキュッてすることで、心臓にもう一回血液戻してきれいにして体を巡らすから、血栓ができにくくなんね。で2点目というか、もうここになフライトグッズ入れてあるの。まずね、これ何や思うこれあ、電気やあ、これ蛍光灯、リーディングライトです。本読むときの。リーディングライト。ああ、そうですか。狭い、なんかこう自分一人座ってるときに上の飛行機の電気つけたら横の人まで明るくなるやろ。うんうん、明るすぎるやろ。で、こうここで挟んで。そうそう、挟んで。面でこう角度を。そうそうそう。三点目はですね、こちらでございます。ただのメガネかと思いきや、これあれブルーライトのメガネやね。めっちゃ曇るけどマスクしてるから。これブルーライトのメガネなんで、あの機内とかで映画見るときとか、夜寝たいけど寝られへん、映画見るって余計目さえるやろ、明るいから、うんうんうん、このブルーライトのメガネしといたら、うんうんうん、目の疲れが全然マシやね、うん、まあパソコンやら、ただ今思ったけどマスクしたらこれなるな、うん、あの曇り止め塗ってきたよかったそして4点目はこちらでございます。これ何かというと魔法瓶です。はい、もうこのちっちゃいの2本売ってるでしょ、こういうの空です、もちろん。で機内に入ったら CA さんにお願いしてお湯を入れてもらいます。でお湯入れて、まあ、機内乾燥するんでね、ここたまに蓋開けて蒸気を鼻からスーッと通して鼻の通り良くしたりとか、まあ、ちょびちびちび左右っていうか、まあ、ちょっとあったかいお湯を飲むような感じ、お茶入れてもいいですけどね。冷たい水って何度でもガブガブ飲んじゃうでしょ、だからトイレ行きたくもなるし、あったかいお湯やったらそんなグビグビ飲めないけど喉潤いますしね。ということで、あの魔法瓶ちっちゃいの。ほんであとはあのアイマスクですね、蒸気の出るやつ、アイマスクは、まあ、機内で開けてつけるのと、あとこうここに濡れたパッドを入れるマスクあるじゃないですか、あの常に湿り気が出るやつ、はい、そのマスクと思ってて、それは機内に入ったらそれに付け替えたいと思います。さあ、それではいよいよ機内に乗り込みましてですね、ハワイはホノルルに向けて出発いたします。ちなみになんと行きのフライト時間は6時間40分ということで、思ってたより大幅に短いんですけれども、まあ、追い風の影響ということで、帰りは向かい風なんで長くなります。そしてこちらが機内食、ハワイらしくですね、ロコモコちゃんと、そしてポグジュースをいただきました。
で、この便は夜発でしたので、機内食のサービス終わったら機内の照明が暗くなりまして、読書タイムというとこなんですけれども、先ほどご紹介したリーディングライト、これね、本の先っぽにつけて使うことができます。で、一方私はですね、動画の編集なんかをしてたんですけれども、まあ、こういったブルーライト発するものですね、あまりそのままずっと浴びていると寝れなくなったりとか目疲れますんで、ブルーライトのメガネをつけております。ただ一つ忘れてたのは、このメガネに曇り止め塗ってなかったんで、マスクとメガネ併用するとメガネ絶対曇るんで、そこは気をつけてください。さ、そしてこちらは小さい魔法瓶でございますけれども、この中に CA さんにお願いしてですね、お茶を入れていただきました。お湯でもいいんですけどね、お茶の方が飲めるし香りもいいんで、はい、これで鼻の粘膜を潤わします。で、こちらは蒸気の力でね、耳を温かくするグッズでございまして、日本には便利なものがいっぱいある。これをね、耳栓みたいにつけることで耳がじゅわーんと温かくなります。あと同じようなもので、蒸気でね温めるアイマスクみたいな、目を温めるものがあるんですけれども、私それをね、首元に敷くことで首周り温かくなってね、これもすっごい快眠効果あるんで、低温やけどに気をつけて試してみてください。さあ、約6時間40分のフライト、あっという間にですね、ハワイが近づいてまいりました。まあ、あっという間と言いましても、じーっとして6時間40分はね、なかなか長く感じるものでございます。来ましたね。来ましたね。もうしんどい。疲れた。アロハ。ということで、今ホテル着いたんですけど、やっぱアーリーチェックインまだ早すぎてできないということなんで、ここでちょっと着替えだけしてですね、カバン預けてご飯食べに行きたいと思いますけど、別にお腹空いてないまだっていう、もう体が実はボケになってますけれどもね、せっかくの時間無駄にしないように行きたいと思います。あ、危なということで、まずはアサイボールでええやろ。うん、アサボ、アサボ食べに行きます。アサボおかんの行きつけの朝ぼ、はい、あれ食べな、始まらん、フラレッスンしてんで、フラレッスン、あ、今やあんなやりたい、やっておいでや。上から盗み見して踊ってんの、腰の動きがあるやろ。お姉ちゃんやにもせえへんよ。さ、アサイボウルやね、まずはね。もう眠気が限界に来ておりますけども。眠たい。久々のハワイどうですか。気持ちよろしいわ。気持ちよろしい。気持ちよろしい。めっちゃ天気いいし、海がきれいね。程よい暑さやな。そうやね。昔来たのは夏やったからめっちゃ暑かったな。そうやな。ほんまにちょうどいいわ。いつもこれぐらいこんな感じやったらええな、ほんま。あ、ボディーボードしたいわ。はい、ということでホテル、はい、ということでホテルチェックインして軽くシャワー浴びて、今から早めの晩ご飯行きたいと思いますけど、まあ、どこも予約取れなかったんで、いっぱいすぎ人気なところはね、まあ、ちょっと行ってみてどんなもんか行きたいと思いますけれども、寒くはない、こっちシャワー浴びてあったやから今気持ちいいわ。ということで、ここの大人気のレストランデュークス、もうここはほんま人気なんですよ。予約取らんとほぼディナーの時間とか行けないんです。サンセットの時間はダメ元で言ったんですけど、やっぱダメやって、ランチやったら、まあ、ウォークインで入れるときは入れるってことやったんですけど、このデュークスの2階部分にフラグリルってところがあって、ここもなんか姉妹店なんですって。そこもね、雰囲気がいいんで、そっちやったら40分ぐらいで席取れそうなんで、そっちとりあえず名前書いてきました。ほんだら海の周りでゆっくりしようか。ワイキキでついに、なにわシスターズ in ワイキキでございます。ねえ、お腹すきました。頼みましょう。
ということで45分ぐらい待って入れました。こちらダイヤモンドヘッドが見えて、こっち側には夕日が沈もうとしております。ロケーション最高ですね。じゃあ乾杯しましょうか。はい、はい、ハワイの1日目の、はい、はい、アロハアロハ乾杯。苦い苦いやろ、でも美味しい、ほんま、うん、安い、安い、うん、なんか、あと口がいい、言えば届きました。これ今日のスペシャル、ステーキとクラブケーキでしょ。でこれが、セサミとパン粉のアヒ、マグロの揚げたやつですね。ほんでそちらがシュリンプカルボナーラでございます。めちゃくちゃうまそう。さあ、よう食べましたで、はい、美味しかった、美味しかった。何が一番良かった？カニのやつしか、カニのサイドのやつやん。メインじゃない方やん。ステーキの横についてたクラブケーキのことやろ。パスタも美味しかった。あ、パスタな。こちら到着でございます。決めてから開ける閉めたら、開けたらすぐ閉めるでおなじみの高橋果実店です。薄く見える日本側がソルベです。レイディーズ、明日はドライブの日やから、はい、はいはい、お好きなものどうぞ。カチカチちゃう。あ、いい、いい感じですね。友達に会いました。ああ、もう一個あるで、もう一個カップあんで。でも前ハワイ来た時も車運転してどっか行ってないからな。こっちが高校生の時来た時。ああ、13年前かなり帰る。お姉さん、あら、何これ、あ、スポン、何、おいしいよ。まあ、コーヒーはまあまあ程よい甘さで美味しかったな。ストロベリーバナナ、うん、まさに両方の味します。そらせや、両方は言うてねえが。どう言うたらええ。まさに両方の味しますわ。そらせや、両方入ってる言うてん。そうやでもどっちか言うたらバナナの方が勝ってる感じ。色は一応やけど赤いや、うん、だから味はこれ目つむって食べたら多分バナナが勝ってるような気する。風味的にはバナナの風味、まろやかなのが勝ってんな。朝やで、うん、ということでおはようございます。朝でございます。今朝8時前でございますけれども、今日はですね、いよいよレンタカーを借りてオアフ島をですね、まあいろいろ、いつも、まあ、ステイできますけど、このワイキキ周辺、ステイ先のホテルがある周辺ばっかりしかうるちょろして、まあ動画でもご紹介できなかったんで、今回はレンタカーを借りてですね、ちょっと今までご紹介できてなかったハワイのスポットなんか行ってみたいというふうに思っております。しかもレンタカーお得なクーポンがありましてですね、今回そのクーポンを使っていきたいと思います。超えたりする。びっくりした。またやっとんな、ほんまに。二人して何してんのかなと思ったから。どうしよう、打った方がいいかな。もう風でワーフ吹かれるて。そうやね。風吹いたら終わりやわ。一緒やね。終わりやわ。レディーズ行きますよ。はい。これ下げとかな。清掃入ってもらうときはこれ下げとかな。はい、さ、朝ちょっと小雨降ってましたけど、青空はね、あっちに見えてますんで、晴れてくると思いますけど、ハワイの朝はこんなもんやな。ということで、まあ今日なんとなくドライブする場所決めてはいるんですけど、まあ、ええとこがあったら泊まっていこうかなっていう、まあそれがレンタカーした時の醍醐味やと思うんで、ええとこ見けたら寄っていきたいと思います。まあ、だからやっぱハワイ着いてすぐしんどいけど、昼寝してもうたら夜寝られへんから、もう無理やりでも起きた方がいいんやな、やっぱり。その分夜はカー寝れるから。ということで今回レンタカーなんですけれども、めちゃくちゃお得にレンタカーが借りれるクーポンっていうのがございまして、しかも
あの電気自動車でございます。私電気自動車って気にはなってたけど、まだ人生で1回も乗ったこと運転したことないんですけど、その電気自動車を24時間借りられるっていうお得なクーポンがございまして、今回それを利用させていただきましてですね、車運転していろいろ行ってみたいと思っているんですけれども、電気自動車そもそも私あの前バンクーバーで使ってる車買う時にも一回検討したんですよ。やっぱりガス代すごい高いじゃないですか今。考えたんですけど、結局その時乗ったことがなかったから自分が、まあ結局普通の車にしたんですけど、今回ねちょっと初めての電気自動車ワクワクしております。はい、で今から借りれるところがですね、私たちのホテルが一番近いところがハワイアンビレッジかな、ヒルトンハワイアンビレッジのところで借りれるそうなんで、とりあえずそこへ向かってます。でまあ、ご存知の方も、あこの木なんの木みたいな木あるけど、ご存知の方も多いと思うんですけど、ハワイはあの他のアメリカの州と違って、日本の人日本 の, あの免許証でそのままこっちで運転できますんでね、国際免許証を取らんでも、はい、なので日本人観光客も意外と気軽にハワイで運転ができますね。さあっという間に目の前、これヒルトンハワイアンビレッジかな、こっち側が、こっちがハレコアホテル、こっちやな。さあヒルトンハワイアン入ってきまして、このホテルの中にあるレンタカー屋さんでそのお得なクーポン使えるそうですので行きましょう。はい、この辺でございます。この ABC ストアのね向かいのあたりレンタカー屋さんあるんで、ここで行きます。ということで皆さん、こちらの車今回運転させていただきます、ヒョンデさんのアイオニック5っていう車だそうで、電気自動車めっちゃかっこいい。しかも色、これ何色なの、シルバーオフホワイトみたいな、めっちゃおしゃれな色でございます。私人生初の電気自動車今から乗っていきたいと思います。すごいな後ろかっこいい、はい、アイオニック5めっちゃなんか異次元な感じやね。そうやな、すごい。じゃあ乗り込みましょうか。これどうやって開けんやろ、押すんかこれ、あ押すんや、ほんで引くんや、すごっ、うん、かっこいい。うわ中もやば、中めっちゃかっこいいやん、すごっ。しかも見てめっちゃシンプル、ここややこしいもん一個もない。ということで今乗り込みました。すごい、なんか新しい時代の幕開けみたいな感じだ。足元めっちゃ広いやん。ちょっと全身かけよう。ほら静か、エンジンかけても静かです。ダダダドーンって言わへん。後ろどうですか、広々してます。広い、とりあえず出をかこう暗いからな、いろいろこの運転しだす前に見ていかなか。そうだ、運転しだしたら分からへんから、でこんな感じでここ 100% チャージされてる。424マイルぐらい運転できるんやって。マイル分からんけどだいぶ運転できるってことやな。すごー、ちょうど9時になりました。なるとこか。でまずはちょっとですね、まあ、あのスコーン買いに行きたいのと、朝ごはん食べに行きたいと思います。それでは行きましょう。すごー、カメラも全部出るし、これどっち向きが進む、ブンブルンって言うのから、不思議な感じ、めっちゃ静かなんで、どこからねんのこれっていうか、この今運転してるんですよ、動いてるんですけど音しないでしょ、めっちゃ静かやな走行音、スーっていく。うちらで全員電気自動車初めてちゃう、乗るの。そやな、でもまああのこの先そうやって変わっていくんじゃないの。そやろな、電気自動車いいなって思ってたから。でもただ乗ったことなかったら買うときちょっと分からへんやん、どんなもんか。それだからどこで充電するかっていうか、そういうの。そう、でもこれ充電せんでもとりあえずそんな何百マイルいけるで、だから1日2日なんか全然心配ないって言ってた。へえ、うん、すごいな、すごい。なんかもっとこまめに充電するイメージやったから、うんうん、美味しいちょっとスコーンがあるんで、まあ、私他の動画でよく紹介してるやつやけど、それを買いに行きたいと思います。これ最後どうなんの？おーおー、ミラーも勝手に閉まった、すごいな、うん、さあこちらです。ダイヤモンドヘッドグリルで、とりあえずあのここは買うだけな、ここでは食べられへんから、うん、朝やからいっぱいある。
このスコーンが美味しいのよ。バナナとブルーベリーする。2個買おうか。で他なんかあのお昼を外で食べようと思ってるから、なんかお昼食べたそう、食べたいようなね。サーモンサラダ、アヒサラダ、チキンシーザー。これ今高速乗ってたんですけど、普通に加速も結構アクセル振って踏んだらブーンブーンって言わへんけど、スーって全然頑張ってる感じなく、さーっとあの加速しました。あの普通の軽とかやったら重きしごしてブーッ言うて高速とか速度上げなあかんとこなるやん。そうやね、うん、もう涼しい顔です、うん、スーッて言ったらこれをきっかけに普通に電気自動車欲しくなるかもしれない。しかもだってガス今めっちゃ高いから、それが思うわ。それだって一切かかる、まあ電気はあれしなあかんけど、うん、でまあ朝ごはんちょっと今向かってるとこで混んでへんかったらええんやけど、もう10時前やし。そう、めっちゃお腹空いてるしねそれは待ってもらわないさあ到着しました。カフェにまず行って朝ごはんいただきたいと思います。ここはね景色がいいということで有名なそうなんですけど、私来たことないんで初めてです。こちらアイランドブリューアリーブリューあアイランドブリューカフィーでございます。めっちゃええとこやろ。え普通にアイスコーヒーラテとか、アイス普通にアイスコーヒー、アイスにする、アイス。ほんまに景色いいなここ、うん、後ろダイヤモンドヘッドみたいな山あるし、みたいな、うん、鴨がずっと泳いでんな、ここ2匹な。すごスズメちっかいとこ。それしたら嫌やねん多分。ほらそらしはせえ、食べておこぼれだけくれっちゅう話やね。そんな虫話ないよ。お宅も綺麗な赤してありますやん染めてありま染めてあんの、染めてあるの。お姉ちゃんエコモマイって何やと思う？エコモマイ米米やと思うやろ。エコなお米ですか？お米やと思うやろ、うん、ハワイ語でようこそって意味ですそうですか。エコモマイ、エコモマイ、エコモマイ、白米、白米、玄米、玄米、エコモマイなしょうもないことはいいんですけどもね。はい、次行きたいと思います。充電するとこも結構、後ろ後部座席にもあるし、その前方にもあるし、でここにもあるな。これカメラの充電とか携帯充電しとこう。よいしょ、これしかもちゃんとポケットあるやん。これ充電しとこう。カメラもちゃっかり充電させてもらいます。結構充電する場所普通の車だって1個2個しかないんちゃう？2個もないか、取り合いになるけど、これやったら少なくとも5つは USB でチャージングできるとこあるんで、大勢で乗ってもみんな1つずつ充電できますよ。これバック今してるんですけどね、バックミラーもめっちゃ見やすいですね。こうやってもちろん目視でも後ろいないか確認をしてますけど、じゃあ次の目的地行こうと思います。まあ目的地っていう目的地はないんですけど、まあええ感じのビーチやったらそこでゆっくりしたいなというか、まあさっき食べたとこやけどお昼ご飯も食べれたらええかないう感じでございますけど、ね、でここの足元がすごいよな。ここ通通で普通ここの普通の車やったらここあるやん。ここに助手席と運転席ない、うん、ここが何もなくて通通でほんまにすっきりしてんな。すごい、うわすごい、うまい。色すごいな、すごいな。また青の色の種類が違うわ。綺麗すぎるな、すっごいな。アロハガールズ似合うねやっぱり。ほんまあのパソコンのずっとほっといたら勝手に変わってこうスクリーンセーバーみたいな、その写真出てきそうなやつやな。
う今ここで横になったら寝れそうです。そのままちょうどいい気温家でテレビ見ながら横になってるみたいな。ここにテレビある。今度泊まりましたのはですね、マカデミアナッツの お店でございまして、トロピカルファームというとこ、多分ここで生産してるのかな。なんせ、マカデミアナッツが大量にあるとこだと言われております。見てみましょう。こんなに流行ったの？いつ流行ったん？そんな20代の。へえ。今度お土産に買ってたで。何それ？これもめっちゃちっちゃいやん。なんか、あ、そう、子供用やな。お茶を飲んだ。お茶入るって書いてるもん。でもちょうどいいけど。そっちやな。これさ、これ全部通るさ。これこれで大きいわ。あ、なんかパンも売ってる。タロの、タロパン美味しそう。あ、波のやついいな、これとか。これのこのかけるやつのが可愛いわ。割れた怖いけど。コナマカデミアコーヒーの試飲もあります。いただきます。めっちゃいい香りすんな。ミルクもあんねん。シナモンやって。シナモン、オニオン、オニオン、ローストアンソーテッド、普通のやつ。あっちにハニーあったで。ハニーも美味しい。うまっ。ハニーとキャラメライズしたやつと買いたいと思います。めっちゃ美味しい。マカデミアナッツはね、値段しますから。他は何？ハニー、うん、定番がやっぱ美味しい。はい、ということで今ナッツ結局めっちゃ凍ったな。うん、凍った。食べたら食もな、させてもらってコーヒーいただいて、コーヒーもいただいて、で今からですね、多分もうちょっと行ったらいい感じのビーチがあると思うんで、その辺のビーチでお座敷いて、またちょっと朝凍ったランチ食べようか。早食べんと。もうせやな。で今日もまあまあまあ走ってますけど、まだバッテリー 89% で全然残ってるっていうか、すごいやっぱ余裕やねんな、これ。いいね、すごい。あれあれやな、あのあれやわ、あれあれあれやわ、あれやわ、あれですか、あのあれです。クワロアラウンジみたいな、あのジュラシックパークの撮影したみたいな場所。うーん、ここもとんがり帽子みたいな、とんがりハットかみたいな山、島がある。さあ、それではですね、朝方買ったランチをね、どこかで食べたいと思いますので、それが食べれそうなビーチを探してですね、北上してまいります。青い海に生えてますさ。ここはカーワビーチっていうビーチでございます。もうほんまにね、この道のすぐこっちがビーチになっておりまして、最高ちゃいます。車そこ止めたらパッともうここに車から物を下ろしてゆっくりできます。ええ感じの木の下のとこ見っけ。これ来たら終わりやな。何？今でも満潮ぐらいなんちゃん。これ以上けえへん。けえへんやろ。知らんけど。知らんけど、流されたら。で、こっち側の後ろもすごいから山見てみ。うん。さあ、ではランチご紹介しましょう。サーモンサンド。サーモンサラダラップでございます。こちら$8.25。それはローストビーフサンド。はい、ローストビーフサンドイッチでございます。$12。マックポテトサラダ。はい、こちらマックポテトサラダです。マクドのマックちゃいますよ。アヒサラダ。はい、アヒサラダでございます。こちら$14.50。パム&エッグムスビ。はい、こちらスパム&エッグ結びでございます。$3.50。はい、こちらフルーツカップ$10.50でございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。アイオニック5ちゃん、ここ止まってるからすごいな、この距離ですぐ来れるんやもん。ここまでピュー、目の前海、足で行けるんちゃう全部。アロハガールズアロハガールズからもらったわ。いた、頭打った。アロハガールズ、アロハな感じやん、こう。それもオードリーやから。アロハの方して。こう、もっとフラ、こうなんかフラっぽく。なんかちゃうな。そうそうそう。そうなんやろ。ハワイやからここ。それが何にいいの？全身でダイエット吸って入ってなかったの、運動とかもう全部その手前出す時の勢いがもう思い返す。あのおっさんって誰やねん。足から足こうだって足クロス。ほんまか？ほんまか？ただ、ただ歩くだけ。それはなんほんまに自分で作ってんねんやろってのいてのいてやん、それどいてどいてやん。遠くから見たら意味わからん。変な人おるにしか思わへん。なんか黄昏モードになっておりますわ。途中ここのクラシエバイス寄ります。かき氷屋さん、喉渇いたし。その他にもこんな感じでココナッツとかバナナ、ガバかな、なんかローカルフルーツも売ってますね。何を文句言ってはんの。ウェットティッシュちょうだい言うてんのにカラカラのくれたんですよ。いやもう吹いたんかな。喧嘩しやんといて。届きました。こちらクラレインボーということで、ブルーベリー、マンゴー、ガバかな、あ、じゃあストロベリーかという組み合わせで、中に、バニラのアイスが入ってるそうです。うん、天然のやつ、ほんまの果物使って売ってた。
真ん中にバニラアイス入ってるから。あ、そうなの、うん、そのトーストで、これはこういうセットちょっと食べときいや、うん、いらんのに。うわすごい波、すごい、怖っ、こっからも見える。うわあの波怖っ、うわすごっ、あれはすごいわ、あれはあすごっ、怖いな、うん。さあここノースショアでございまして、ハレイワっていう、まあ、ノースショアのメインのところのちょっと手前でございまして、タートルビーチって呼ばれてて、ここによくねウミガメが出没するんですが、今日は出てないかな。なんでここに来たかっていうとな、ここウミガメがよく出るビーチらしいね。皆さんウミガメいましたよ、ほら 1,2,3,4 5匹います。で一応決まった距離、このピンクのとこ離れてより近づいちゃいけないんですけど、そこにすごい可愛い、だからこそタートルビーチって呼ばれてるみたいですね。ここにおるやん。え、どこにおるんだ。ほんまや。見たことあるウミガメ。まあ、なんだろう、水族館のやつしか。あ、それ歩いてきた甲斐があるよ。あ、あ、こっち見た、こっち見た。ちょっと動いた。あ、こっち見てる。あ、ほんまや。さあ、亀さんたち見た後はですね、このノースショアの中心エリア、ハレイワタウンっていう町があるんですけど、まあ、そこに可愛い雑貨屋さんがたくさん並んでますんで、その一つなんかお邪魔してですね、ちょっとショッピングしました。ちなみにノースショアはですね、他に有名なものとしてはガーリックシュリンプのジョバニっていうお店とか、かき氷で有名な松本シェーブアイスなんかもあります。こんなんだからビーチに持っていくのこんなんいいんちゃう、砂つかへんから。まあ、そういった有名スポットもね、たくさんのノースショアにはあるんですけれども、私たちはですね、車を走らせてちょっと小腹も空いてきましたんで、夕食を食べに、あの地図でたまたま出てきたあるお店に向かっております。ただハワイはほんまにどんだけドライブしてもね、ずっと海だけちゃいますよ。こんなね、緑いっぱいの景色も見えて飽きません。なんかたまたま地図で調べてたら、帰り際にサイミンのお店があるって見たんですけど、ないかも。サイミンのお店どこ？ここちゃうの？シゲイズサイミンスタンドです。めっちゃなんか雰囲気のあるお店やな。大人気、ちょっと待ったしな。マスタード来たんですけど、これサイミンに入れるんかな。美味しそう。うま。そしてこちらのなんか実は裏メニュー、裏メニューちゃう、実は裏人気みたいなチーズバーガー、はい、これをみんなこのセットで食べはるらしいで。お姉ちゃんのワンタン麺な。まあ、ワンタンが入ってるっていう違いやね。うん、だし美味しい。結構濃い味。麺美味しいわ。なんかちょっと平、ちょっとだけ平たい感じの。美味しいわ。ハンバーグ美味しい。寒くなってきましたわ。どないでした、サイミン。欲しかったです。あっさりしてて、うん、ちょっと辛かったけどな、ちょっと塩味がね、うん、けど美味しかった。あっさりしてるから、うん、スーッと入ってる、うん、スーッとスーッとスーッと。そしたら最後目的地ドンキホーテ行こうか。はい、車やから重たいの、はい、うん、でいっぱいスーツケースに何個も入るで、あれこれもほんまにペーンって入れるだけやもんな。もうこれで走れるんやから。やけど今日一日ずっとこのさ電気自動車の初めて乗ったけど、最初はなんか音製品のとこびっくりしたけど、普通に慣れてくんな。せやな、走ってるこのタイヤの音はするし、別に走り出したら違和感もない。普通にマイカーしやすい。うん、運転は普通にしやすい、マイカーにしたいぐらい。ということでドンキホーテです。寒いと思うで中は。
ドンキホーテもね、歩いてワイキキから来れんことはないんですけど、まあ荷物いっぱい買ったら大変なんで車で来るのおすすめですね。だいたいあれ、こっち昔来た時とだいぶ商品の置き方変わってる。昔ここで入ってすぐにチョコレートとかお土産のやついっぱいあって、あ、奥になってるわ。499やわ。ほんなロングストラックの方が安かったな。 4ドル50 499やった。4ドル50じゃなかった、しなかった。でも値段一緒のものはこっちで買った方がいい。今車で来てるから5個で5ドル50やん。昨日1個これ2ドルちゃうかった、ちゃうかったっけ。1ドル50やった。こんな感じでトランクも結構広い。こんな買い物したけど全然まだスペースあるしな、広いよな普通のに比べて。スーツケースも大きいの3つぐらい入るし、置くで閉めるの自動で閉まる、楽ちんと。ちゅうことで、まあ今日一日だいぶ走りました。今8時ぐらいです、8時前ということで、朝8時9時ぐらいかレンタカーこれして出て、あ、ちょうど12時あ、じゃあ11時間ぐらいか運転しておりました。何が一番ハイライトでした？いっぱいしたからな。海すごかったのと、カメ、ウミガメ、ウミガメですね、ちょっと感動した。いや楽しかったんにゃ。やっぱ車がないとなかなかね行けない場所、まあツアーとかもあるんですけどね、はい。まあただ今回このお得なクーポンということで24時間この電気自動車ヒョンデさんのアイオニック5使えるということなので、もし皆さんハワイに来られることがありましたらお使いになってみてはいかがでございますでしょうか。私もね今日一日乗ってみてほんまマイカーにしたいなって思うぐらいめちゃくちゃ使いやすいし、電気自動車ってこういう感じなんやっていうね、あのすごい学びました、勉強になりました、はい。ということでお付き合いありがとうございます。あとはレンタカー返してですね、もう今日はぐっすり寝たいと思います。ということで皆さん、今回大変長い動画でございましたが最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。なにわガールズのハワイ遠征編、また続きどんどん上げていきたいと思いますので、もしよければですが、チャンネル登録、いいねの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、また次の動画ですぐお会いしましょう。さよなら、バイバイ。